格したパリッシュ、加藤コーチに代わっての外野ノックではライトスタンドに入れていましたが、試合の方でも1点リードされた4回に広島先発の川口から4試合ぶりのヒットがレフトへツーベース。金子のショートゴロで3塁に進み、八木の浅いセンターフライでタッチアップ。ボールはセンター、ファースト、キャッチャーと渡りクロスプレーとなりましたが、パリッシュのコースライディングで阪神同点にします。一方の広島、プロ入り初スタメンの6番尾形が守備のことで頭がいっぱいと言いながらも2回の第1打席、そしてこの5回と2打席連続ホームラン。山本監督の熱い期待に応え、広島2対1と再びリードします。その後3対3となり、ラッキーセブンの阪神、ツーアウト3塁1塁のチャンスを迎え、ここでバッターはパリッシュ。川口の真ん中に入ってくる球を三遊間にヒット、阪神4対3とリードします。さらに代打の山脇が1塁線を破るツーベースヒットで岡田を迎え入れて、その差を2点と広げました。阪神先発の中田浩二は3本のホームランを打たれましたが、奪三振10、フォアボールわずかに1という信じられないピッチング。